11月29日 EX シアター六本木で開催された番組初のイベント、ハマスカ生放送部 Hey Music Happy Meeting。 イベントの全貌は12月12日までアーカイブ配信チケットの購入が可能。また番組公式グッズもオンラインショップで絶賛発売中です。本日はハマスカ生放送部にお越しいただき誠にありがとうございます。開演に際して皆さんにお願いがあります。実はこのアスカさんによる影穴、舞台袖ではこんなことが起きていました。客席内では売店で購入した飲料以外飲食はお控えください、公演中や公演終了後、会場の外に出るまではマスクの着用をお願いいたします。飛沫が飛散するような過度な声援は NG ですが、笑い声などはいつでも OK です。よろしく。以上です。開演まで今しばらくお待ちください。うるさいんですけど。またやるっていうのは影穴でしょ。客席内では売店で購入した飲料以外飲食はお控えください。お願いします。携帯電話はマナーモードにしてイベント中に音が出ないようにお願いします。本当それ。本番ではスマホによるアンケート機能を使いますので、入場時に配られた QR コードからログインしておいていただけると本番もスムーズです。以上です。開演まで今しばらくお待ちください。お、拍手が上がってるじゃないですか。なんでちょうど声が乗らないところなの。はい、あいの手です。あいの手、うん、やりづらめっちゃはっきり言われた、やりづら。いよいよ開演したハマスカ生放送部 A 面。一つ目の企画は乃木坂46梅澤美波さんをゲストに行ったプレイバック裁判。番組での過去の言動について裁かれていくこの企画。公平な立場でね、梅澤さんよろしくお願いします。はい、もちろんです。有罪か無罪かの札があるんですわ。はいはいはい、足元にありますね。現状でいいんで、ちょっと皆さんへの影響力もやっぱ考えつつですね、はい、お願いしていいですか。有罪。アスカさん有利な会場の空気に流されることなく毅然と自分の意見を主張した梅澤さん。一番の被害者ですからやっぱり。まあ確かに。はい、A 面ラストは岡本津とドラマー斉藤飛鳥が夢のコラボ、ダブルドラムによる奇跡のスペシャルアクト。ちなみに出番を終えて袖で生鑑賞していた梅澤さんも。生演奏聴けてめちゃめちゃ贅沢、かっこよすぎて本当にすごい。大尊敬です本当に。お疲れ様でした。お疲れ様でした。飛鳥さんいかがでしたか、 A 面。なあ、ほっとしました、やっと終わって。思ったよりカロリーがすっごい高かったから。一番比重がでかかったのは何ですか。梅沢が有罪を出した時ですね。心労がすごいグッと負担がかかりました、心に。何をしても跳ね返すかったので、まあなんかそれぐらいの圧をかけてもよかったのかなって思ってますんで。でも最後のドラムもう裏ですごいかっこいいかっこいいっておっしゃってますね、うん、嬉しい。かっこいいすぎて嬉しい。なんか同じ人だと思えないねえ。あんまそれいいことじゃないからね。いいことですもん、ギャップがあるっていうのね。めちゃめちゃかっこよくてさすがでした。楽しかった、ありがとうございます。ありがとう、空気も読んでいただいて。楽しかった、いただいて。梅澤さんにはゲストとしての参加ながらこんな大役が。もうただもう何も考えずにゲストで楽しめるかなと思ったら息子のスキルパートがあったんで。2つ目の企画はどこまで育った MC の絆。
ここでは梅澤さんにゲームをがっつり仕切ってもらいました。梅澤さんも本当どんなスパンで読んでんだっていう話ですよね、うん、ちょっとなんか今日も申し訳なくなっちゃった、ね、普通に、うん、ちょっと申し訳ない、ねはい、司会するぞっていう緑色だったもんそのなんかいや普通に素敵だったけどその司会もやるんだぞっていう、うん、いあの緑は梅澤史上初めてです。あそうですか。あの生緑は、ね、あれすごく良かったですね、はいうん、ハマさんのバンド岡本図をゲストに迎えてどちらの絆の方が強いかを競う対決企画。はい、ではまず一つ目の対決はこちらです。以心伝心ミュージックポーズ合わせ。はい、オープン。おお、やるじゃん。すごい大成功です。まあね、はい、いやいやいや果たして対決の軍配はどちらに上がったのか。結果は配信でご覧くださいめちゃくちゃうるさいんだから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。もう念願のでしたから。ね、全然呼んでくれないんです。うん、あれそうですか。やっぱアスカさんと一緒にの掛け合いはいいですね。なんかすごいいい組み合わせですよ ね、やっぱ2人は。面白い。見てて思いました。ずっとゲラゲラ笑いながらモニター見てました。今後ちょっと番組にも来ていただきたいですね、本当に。ぜひ本当に。何かやりたいことってありますか。クイズでしょ、やっぱクイズ。食い気味にクイズってマジで真剣にやることって生きててないんですよね。私あんなカーテンとか用意されてやれるとかって。そうだね、普通じゃできないんで。クイズ系バンドですね完全に。頑張っていきます。100万円取るぞ本日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。B 面のスタンバイが進む中、楽屋スペースで2人に A 面の感想を直撃した。どうですか、あの A 面が終わってこの疲れてる2人は。え、オープニングの映像一緒なんですか。オープニング映像ちょっとだけ違う。ちょっと違うの。 あれなんかちょっと恥ずかしかったんだよな。なんかそんなことないって言ってたけど見てないでしょ、ちゃんと。ちゃんと見てなかったかも。そうでしょ。なんかね、なんか少年ジャンプみたいだったの。なんかその仲があんまり良くなかった2人が今はみたいな、今はみたいな感じで出ていく感じだったから。なるほどなるほど。ちょっと恥ずかしい。おはようございます。お願いします。お願いします。始まりました。顔合わせや楽屋挨拶もなし。初回の収録で初めて出会った2人。B 面のラストはアスカさんのパフォーマンス。自己中で行こうにベース浜さんと乃木坂46メンバーが加わるスペシャルアクト。なんかドキドキですけど、でも選ばれし飛鳥さんと浜さんとなんか近くでできるメンバーなので楽しみたいですね。選んでくれたらしいから、メンバーそう、飛鳥さんが。そうなんみたいで、飛鳥さん選抜に入りました。嬉しいとにかく楽しんで幸せをかみしめながら頑張ります。卒業前だからね、もう最後の少人数でのイベントだと思うので楽しみます。楽しかったです、すごく。浜さんと飛鳥さんのこう掛け合いも、ね、直接見れて勉強にもなることが多かったですし、皆さんも温かかったですし、素敵な機会をいただいたなと思ってます。ありがとうございました。こうやってなんか珍しいメンバーで飛鳥さんと一緒に自己中をやらせていただけたりとか、きっとこれから先見れないであろう感じなので、緊張もしたんですけど、それよりも楽しい時間でした。
アスカさんがこうやって普段外でお仕事してるんだみたいなのを間近で見られたのも嬉しかったですね。会場の皆さんのなんか温かさもライブの時とはまた全然違うような、でも温かくてすごい楽しい空間でした。被告が最も好物なのはスタッフの失敗。これはね、制作スタッフがスタジオに輪投げのセットを搬入した時のこと。これそうなんだ。今回はこれは輪投げ、セットを置く目印をなかなか見つけられないスタッフを見るや否や、ランクインされたアーティストを当てた数だけご褒美輪投げにチャレンジすることができます。ゴニョゴニョゴニョしてるね、すごいですよ、あの栗専門店の焼き栗とか熱盛りましたね、アスカさんね。しばらく待ちましょう。失敗の匂いを瞬時に察知し大喜び。これあるんだ。どこがそんな面白かった。顔真っ赤。やばい、ちょっとね、焦っちゃってね、本当はもうすぐ声だけ。アスカさんに失敗笑われたことあります？私も結構笑っちゃうタイプなんで、ちょっとわかる気持ち。なんか大丈夫って心配されるより、なんか笑ってくれた方が嬉しいんで私は。だからめっちゃ怒りますよ。